競馬会前夜。一事件。1900某年10月3日創業。詳しく言えば午前5時5分。我が D 市警察署の当直司法係 R 警部補は市外西山トン中 D 市より約8キロの郊外。 安田農園主安田善作氏より突如電話をもって道家使用の競争場名称水星が同じく道家雇い人道水星の機種戸倉貞夫のためにと推定されるのであるが射殺せられたりという届け出に接したすなわち当日午前4時50分ごろ 安田家馬屋番村山が置き入れて初めて旧社に彗星の姿のないことを知り大いに驚いて諸書を探した結果道農場の東方の野原中に額に断痕を受けて銅馬が平死しているのを発見した次第であるというなおいかにして犯人を徳倉と推定するかというとそれは 同人が昨夜来、突如、漱石をくらましたばかりではなく、事件前のいきさつよりして、十分に被疑者たるべき理由ありというのであった。格のごとき放置を受けた R 警部補は、たとえ事件は殺人事件ではなくとも、競争場の流星な D 市地方では、誰一人として知らぬものはないほど、有名な名馬、 彗星に関したことではあり、またそうした名馬が時もあろうにその日から開始されようという国際大競馬会を完全に控えて射殺されたという裏には何らかの複罪事情があるに違いなさそうではあり、よってすぐさま実地検証の手続きを取ったのだった。私が当日書よりの通知を受けて、 支給盗聴、直ちに Y 所長、S 検事、N 合理規範係長、F 警察医等を待ち合わせ、一行とともに自動車にて事件現場である安田農園に到着したのは午前6時を少し回った頃であった。ところが、ここに私らを待っていた情報は、意外にも先発の R 警部補一行によって、 安田農場柵外に接する西方の総林中に推定犯人と指定されていた徳倉貞男青年が死体となっているのが発見されたというのであった、2. 調査一体安田農園は外作に囲まれた約20兆歩の広範な田園を持ち その一偶の正面付近に、外見より実用向きに建築された赤レンガ二階建ての洋館がある。すなわち、下を農園事務所並びに雇い人数名の居所に。上を安田家家族。といっても、同家は主人前作子五十二歳と、娘佐代子、二十歳の二人暮らしだったが。の 居室に当てている建物である。問題の馬屋は、ここより約150メートルほど隔てた小刀林の陰にあって、馬屋版の小屋が隣接している。このほか、城内には倉庫、または作業納付の小屋などあり、私たちは一応安田家の開花にある応接室に入って、ここを 臨時調査本部にしたので、調査についての打ち合わせをしたが、直ちにまず問題の馬屋に向かって実地検証を試みた。しかしそこでは何ら売るところはなかった。主のない空の馬屋はドアを開け放ったまま縮前として静まり返っていた。ただ扉の鍵が 事件当時の秘密を暗示するがごとく、鍵穴に押し込まれたままに残されていた。次に私たちは、農場裏門を出て、徳良の死体懸案に赴いた。ちょうど裏門から西方に約100メートルばかり行ったところにある雑木林の陰である。ところで、これはすでに、 こちらに来る自動車の中で気づいたことであるが、このあたり一帯には昨夜かなり激しい降雨があったらしい。もっとも D 氏にも降雨のあったことは私も寝床の中でうろ覚えに覚えていたが、まだ日の光の薄い早朝のことではあり、地面一帯はしっとりと湿り、ところどころには水たまりが小さな鏡のように。 青空を反映している。当日は朝から好天気だった。しかし残念なことはこのような地面であるにかかわらずさて足跡を見ようとするとそれはほとんど不可能であることを発見するのである。というのはこの地方の地質が皇室の閻魔岩ないし頸岩であるためで。 とても鮮明な足跡などは残らないのである。それはとにかく私たちは徳良の死体の前に立った。この死体は証拠品発見の目的でこの辺り一帯を検索していた一景官によってたやすく発見されたものだというが無理はなく思われる。なぜならばその場所は決して裏門から遠い場所ではなく しかも死体はその小道をたどれば当然誰の目にも触れるべき場所すなわち道のすぐそばに転がっていたものであるからである死体は一見歴史者が丘に引き上げられたようにびしょ濡れに濡れてみじめな姿で大地に打ち伏していた左手に鈍く光るピストルをしかと握っているのは 一種生産な気分を与えているが、しかし青色の作業服を貧しげに着、くるぶしの見える素足に破れかけたタ靴グツを引っ掛けている姿は、ちょうど地面に捨てられた濡れ雑巾のような感じであった。さすがに私は哀れさを誘われた。たとえその人の運命とはいえ、 使えばどんなにでも有用に使える人生の花の時代を、このような浄土に外れた死にざまで捨ててしまうなぞ、これより以上の相席があるであろうか。私がそんなことを考えていると、N 警部は先ほどよりその場所に立ち番していた巡査の手を借りて、死体を仰向きにひっくり返した。と、 額にまつわりついた砂泥まみれのオールバックの長髪。入れ目のように鈍く見開かれた両眼。歪めて固く結ばれた血の毛のうせた唇。土色の皮膚。そうした生命なき二十五、六歳の青年の顔が一堂の中止のもとに無表情に空を仰いた。人々は 一瞬固唾をのんだ。これは当然自殺と認定すべきでしょうな。やがておもむろに S 検事が言った。死体はそれ自身の手にしっかりと拳銃を握っているし、それに若者の顔や体を見ても、どこにも他から力を与えられた不自然な跡が残っていないからである。いな 少なくとも犯罪現場の数を踏んでいるエキスパートならば、彼が地上にうつむきになっている状態を見ただけで、すでに彼が他殺されたのではないという予想を得られるはずのものであった。で、この検事の言葉には、私とても意義を挟む意思はなく、ちょうどそれに応えて、かがんでいた N 警部が、 まずそう見込みをつけて間違いはなさそうですね。といった言葉で一同無言の同意を表した。次に F 医学士の手によって服が剥ぎ取られ、黄色に色艶を失った胸や腹部が開かれた。体は案外に美しく、いかにも機種らしい。そしてその広い胸の右側に、 ポツリと銃弾貫通症がある。血なぞは、今行の雨ですっかりきれいに洗い流されて、少しも付着してはいない。その他に、傷はどこにも見当たらないようだ。どうです、N 警部。拳銃の検定をしてくださいませんか所長が例のごとく、拳銃検定にかけては、 署内にかなうものはない N 警部に行った。で警部は青年の左手から拳銃をもぎ取って熱心に改めた。その結果はすなわち、拳銃は米国製アイバー・ジョンソンのレボルバー6連発、合計7.65ミ、mm、リメートル、弾倉に未発弾4個あり、気発の2弾は ごく最近に発射したる形跡明瞭にありでありなお専門的見地から見てその若者の胸に残る銃装は明らかにこの7.65ミリ口径銃の弾痕であると称し断言したこれにつれて N 警察医は腹肺両面にわたる丁寧なる診察を終わって次のごとく発表した 傷は、右肺に残った重層一つ。銃弾は、右肺部第四肋骨下より、心臓を斜めに、左側肩甲骨下に貫通致命傷をなす。なお、傷口の様子よりして、弾は、肺部より全部に抜けたものではなく、全部より肺部に貫通したものであることが断言し得られ。また、 その強力なる貫通力からして、銃弾はその爆発点を近くに持っていることが立説し得らる。この最後の説は、若者が拳銃を自身の手に持って、自分の胸に向かって引き金を引いたに違いないという推定を裏書きするに十分である。しかしこの時、甚だしく私の注意を引いたのは、 拳銃が左手に握られていいたという事実であったあるいは彼が左利きだったとしても、一体左手に握った拳銃で弾道が自分の右胸から左配下に抜けるような傷を作ることができるであろうか。私があることを突然と考えていたとき、R 警部補は身辺に残された唯一の遺留品として、 革製の作業用手袋の片方を私に示した。それは右手にはめるものがひどく汚れ、擦り切れていた。以上で私たちがここで得られた手がかりのすべてについての取り調べは終わった。とにかく死体は解剖に送ることにして私たちは次への場所へ向かったのである。 水星の死体は、今度は裏門のところから、東へさらに300メートルばかり行ったところにある野原の中に、同じく一名の巡査に監視されて横たわっていた。美しい毛並み、たくましい獅子、勇ましい盾神、それらが華やかな過去を物語っているのも哀れである。 この春のある競馬会で、この名馬の颯爽と走る姿を見ていた私は、思わず馬にながら安全とした。死体懸案は馬であるがゆえに簡単であった。致命傷はその霊儀で上品な顔の、その額の上に受けた一発の猛灌重曹で、その他には傷はなく、なおここでも、 N 警部の専門的鑑定によって、その額の傷も明らかに同じ光景の拳銃弾。言い換えれば同じ拳銃で撃たれたものであることが立証された。しかしここでも私はまた実に意外な事実に気づかされたのであった。一行の誰もが通り一遍の検視を終えて引き上げていくのに反して、 私は釘付けにされたようにその場に残った。すなわち私は馬の死体が少しも雨に濡れていないことを発見したのである。もちろん腹帯、馬絹はびっしょり湿ってはいるが、しかしそれは雨に濡れたものではなく地面の湿りによって潤されたものである。なお、その美しい栗毛を撫でてみるに。 それは決して水浸しになっていないことがわかるのである。この事実は一体何を物語るであろうか。私はやがてかなりの努力の結果、付近の草むらの中から一個のブラシを拾うことに成功した。それは馬の毛並みをすくものであり、わずかに絡まっている毛によって、それが水生用のものであることが知れた。 私は何かの手がかりになりはせぬかとそれをポケットに入れやっと安田家に引き返した帰ってみると調査本部にはすでに参考人の尋問の用意ができていたなお次のごとき情報が集められていた一つ徳倉の居室開花の一宮にありにはどこを探しても 衣装そのほか犯罪証拠になるようなものはないまたその部屋の窓が昨夜来開け放しになっていたらしいが誰も家人でそれを開けた者はいないというから徳良が開けたものに違いはあるまい二つ徳良の死体が手に握っていた拳銃は彼が日頃より愛願していたものである三つ 馬屋版の老人は、けさ、開け放たれている馬屋の中に、トクラの作業用手袋の左側を発見、習得せり。私は、その左側の手袋を手に取ってみた。そして、一方の手袋と比較してみた。と、私は思わず、こうつぶやかざるを得なかった。トクラは左利きではない。 やはり謎はあの拳銃が左手に握られていたことだ3陳述やがて私は参考人の取り調べに着手した以下はそれより数時間にわたって行われた各参考人の陳述を要うろく抜粋したものである馬屋版の老人村山 昨夜の戸倉さんについて特別に気づいたということはありませんなんだが、しかし今を考えて変だと思われることはちょうど11時頃でしたろうか。私がちょっとした用事で隣の農場まで行っての帰り、あの裏門から先の道の二股に分かれている林のそばを通ってきますと、突然闇の中から、ここですよ、遅いじゃありませんか、と、 誰やら言うのです。私はびっくりしましたがすぐその声が徳倉さんの声だと知っててっきり誰かと人違いしたのだなと思いつきましたので知らぬ顔をして来てやりました向こうでも間違いだったと知ったと見え二度と何とも言いませなんだ「馬屋の情はあなたが保管していたのですね」そうです 実は私が寝ようと思っていますとちょうど11時40分頃でしたが徳良さんが来て明日の競馬が気になって仕方がないから馬をもう一度調べたいすまないが鍵を貸してくれと言いますので何の気なしに貸してやったのでしたもしあの時あんなことさえしなかったらこんな間違いはなかったものと旦那様にすまない気がしてなりませぬ すぐ隣に寝ていていつ馬が引き出されたか全く気づかなかったのですね面目次第もありませぬ今朝普段より早く競馬会の当日なので起きて馬屋の前に出ていくまで少しも気づきませなんだよほど慣れた人でなくてはそんなに上手に馬を連れ出すことはできないものでしょうね 徳良さんででででもななくてはまずできないでしょう一体あの馬は大変賢く自分の安心した人でなくてはどんな命令でも聞くものではありませなん,んだ普通の人は愚か私ですら思うようにできませなん,んだ私はすぐ近所に住んでいるものですがさっき とんでもない事件があったということを聞いたものですから、実は今朝0時50分ごろ、ちょうどこの2丁ばかり先の線路を貨物列車が通過する前後の時間ですが、私が線路巡回をやっていますと、ひょっくりここの戸倉さんに会ったのです。私は日頃より顔見知りだったので、驚いて、今頃どうしてこんなところにいるのかねと尋ねますと、 徳倉さんは慌てて、酔っ払って道を踏み違えたものだから、と言い捨てて、逃げるように線路を降りて行ってしまいました。するとあなたは、昨夜かなり遅くまで起きていたのですね。では、この辺り一帯は、昨夜何時ごろ雨が降ったか、ご存知ではないでしょうか。それはよく知っております。雨の降り出したのは、ちょうど私が、 第一番踏切小屋に帰ってきた時ですから1時半でしたそしてその雨は一時非常にひどい降りになりましたがやがてあっさり上がりましたそれが2時半頃でしたでしょうちょうど私が家に帰り着く前後でしたから「召使い岡野」昨晩はいろいろ遅くまでお客様がありましたので。 特ににさんん注意なぞはしていませんでした。でも9時半ごろお客様が皆帰った後でこんなことは旦那様の手前言っては悪いかもしれませんが渡倉さんと旦那様との間に大喧嘩があったのです私は旦那様に呼ばれて何やらしきりに泣きながら訴えている渡倉さんを無理やりに渡倉さんの部屋まで引きずっていったのでした 原因は知りませんが日頃温潤な徳倉さんが狂ったような調子で「では明日の競馬は私の思うようにしてみせる私の決心一つで彗星なぞ廃馬にだってすることができるのだ」なと叫んでいるのを見たのは初めてでした昨夜のお客はどんな人たちだったのです6時頃から富豪で有名な D 氏の宮部様が息子様と二人でお見えになり、宅のお嬢様や旦那様を交えて晩餐をお取りになったのです。お二人は8時20分ごろお帰りになったのですが、入れ違いに競馬でご親友のロシア人のスミノルフさんがひょっこり来られ、20分ばかり旦那様とお話になって帰って行かれました。多かっったと言っても、 お客様はそれだけだったのですが、何かそのお客様と徳良の事件と関係があったようなところはありませんでしたか。そんなことはないようでした。しかし問題は別かもしれませんが、大変私に不思議に思われたことは、旦那様がスミノルフさんと会ってからのちは、手のひらを返したように不機嫌になられたことです。 お客とご主人とどんな話をしたか知らないのですかスミノルフさんの時はしっかり扉を立て切ってしまいましたので私は全く知りませんしかし宮部様の時はご馳走を一二度運びましたので話はところどころ小耳に挟みました何でも宮部様が笑いながらでは結納金を増す代わりにもし彗星が 明日の競馬で勝ったらという条件で、あの一万円は棒引きにするとしよう。そして、私個人の副賞として、改めて五千円別に出そう。これはしかし、あくまで彗星が勝たなければ履行されないものだよ。とおっしゃると、旦那様は上機嫌で、その条件なら、もうもらったも同然ですよ。しかと約束しましたよ。 念を押していられました。主人、安田氏。安田氏には、私はこの尋問の時初めて会ったのであるが、氏は退職騎兵中佐で、その体格はいかにもがっしりとした七寸豊かで、風貌も豪気一点張りらしい眉の太い日に焼けた人であった。もう大分老けて、 鼻下の軍人ひげや丸刈りの頭髪に白い毛が目立っていた。とくは実に圧巻です。恩をあだで返した人間です。私は獅子に鞭打ちたくはないが、今朝村山から水星が殺されていると知らされたときは、あいつを八つ咲きにしてやりたい衝動に駆られました。実は私は私 あいつと昨夜激しく口論したのです。私はあいつのあまりの言葉に奮撃して力任せに殴りつけてやったほどです。あいつは突然私のところへ来て莫大の金の無心を言うのです。しかも明日の競馬の勝敗を持ち出して脅迫がましくするのです。私は堪忍袋の尾を切ってその性根が治るように。 ひどい目に合わせてやったのですしかしまさかそのためにあいつが馬を殺してしまう謎とは考えていませんでしたこんなことなら私は昨夜寝ないで馬屋の番をするのでした不覚にも昨夜は10時ごろから今朝村山から起こされるまで何も知らずにぐっすり寝てしまったのです私は彗星がかわいそうです 5歳のアングロアラブ州で、この地方ではご存知の通り上昇将軍です。私はこれを小馬の時に安い値である人から譲ってもらったのですが、それを今日までにする苦心は波ではありませんでした。私から言わせると、競馬ごとに賞金や賭け金で3000円くらいは決まって儲けますし、私の重要な財源でした。しかも、 今日の競馬では、もし勝てば、ある人との条件などもあって、ちょっと一万円余りの現金になるところだったのです。もちろん、障害保険に七千円入っていますから、それはこんなことになった以上をもらえるとしても、それが、これから以後、幾千円儲けてくれるかわからぬ金高に比べ、一体何でしょう。しかし、 そんな金謎なのことは別としても、私は水星を我が子のように愛していました。あれも私にはよく懐きました。私も徳良にばかり任せきる気にならず、裏の野原への引き運動とか、または毛並みの手入れだとかは、私のみに許された仕事として楽しんでいたのです。下男・山積。 昨夜、いや、今朝ですが、午前一時を少しばかり過ぎた頃、徳良さんが私の部屋の窓ガラスを外から叩いて、玄関の戸を開けてくれというのです。それで私は、うっかり締め出しを食わせたのかと思いながら、玄関に回って開けてやったのです。鍵は二つあるのですが、一つは主人用として旦那様がお持ちになり、今一つを 私が預かっているものですから。それから私は再び寝たのですが、2時50分ごろ目が覚めて、正用に立ってみると、確かにさっき、戸倉さんを入れてのちしっかりと立ったはずの玄関の戸が、少しばかり開いているのです。もっとも、あるいは私が、初めのとき寝ぼけていて、後を閉じ忘れていたのかもしれませんが。とにかく私は、驚いて女王、 元通り閉めて寝ました徳良は金に不自由していましたかそんな様子はありませんでしたもともとあの男は真面目なので金の使い道もあまりなかったようです四解決。以上の調査と陳述等を合わせて私たちは早速 事件の真偽に取り掛かったところで N 警部の想定はこうだったすなわち徳良は彗星を殺した犯人でありそして自身の死は自殺であると以下はそう推定したその理由である1状況証拠 A 昨夜徳良は 主人と争いひどい目に遭わされたこれは犯罪の直接的な原因と考えられる B 徳良はそれから11時40分頃に至って口実を構えて馬屋番のところから馬屋の鍵を持ち出した C 殺された彗星は名馬の習性として非常に賢く 普通の人謎の手には決してかからぬ。トクラでなくては、まず馬を巧みに連れ出すことはできない。二、物的証拠。A、水星の額を撃った弾は、トクラの所持していたピストルの弾である。しかも、その拳銃は彼の所有品である。B、 徳の手袋の片方は昨夜のうちに馬屋の中に落とされてあったそして徳良の死の原因は水星射殺はもともと気の弱い男の発作的強行であったからさすがに強行後後悔の念に駆られ急に自殺を決心したのであろうとしその証拠としては今曜0時50分ごろ鉄道甲府が 線路上において十倉にあったのは十倉が自殺線としてそのあたりをうろついていた彼はその時間に貨物列車の通過するのを知っていたと考えられるのであると解釈しそれから一時少し過ぎごろに彼が自分の部屋に引き返したのは多分鉄道自殺を邪魔された彼が思い返して帰宅したのであったろうしかし 一度死神に取り憑かれた彼は、再び窓を開けて外に抜け出し、そして前期の場所で、以前より所持の拳銃で自殺を遂げたのであろう、と述べた。しかし私は、この説に対しては、全く賛成し難い反証を持っていた。すなわち私は、次のごとく、上記の説を爆撃したのである。 徳良は絶対に水星殺しの犯人ならず。すなわちその理由としては、徳良の死は少なくともその死体が雨にびっしょり濡れている点からして、降雨前または降雨中のこと、すなわち時間にすれば1時20分前後から2時頃までの間であろうか、であり、一方、彗星の死は、 同じくその死体が少しも雨に打たれてい事実からして、明らかに雨が上がって後のことである。時間にすれば二時半以後。一体先に死んだ者がどうして後で馬謎を殺すことができるか。では犯人は誰であるか。予期通りの一斉質問に、あるいは私は勇敢に私の 推定犯人の名を答えられたかもしれなかった。しかしまだ、事件の背後に潜む事情が、私には少しも分かっていなかったため、私は大事をとって、しばらくその応答を控えた。しかし、私はこれだけは言うことができた。すなわち、馬を殺した者は、徳良の屍から拳銃を奪って後、再び徳良の屍に、 返しておいたものの仕業である。その理由は簡単であろう。専門家の誰が見ても、十倉の死は自殺である以上、それは決して間違いではない。しかるに、明らかに十倉は右利きであるにかかわらず、拳銃は左手に握られてあり、しかもなお、死体に残った弾道は、拳銃が左手なぞに握られていたのでは、 決して示されるはずのない方向を示している。これは明らかに、徳倉が自殺したときは、拳銃を右に持っていたのであるのを、他の者が後で持ちえさせたことを物語る。何故に持ちえさせたか。それは別に持ちえさせるつもりではなかったが、その拳銃をちょっと死体の手から拝借して、馬を器用に射殺し、 同一拳銃で馬が殺されている意上、をそう解釈されるのが当然である。それを再び元の屍に返すとき、つい間違えて左手に返してしまったのであろう。で、その時の私にはまずそれぐらいしか答えられなかった。なおその他にも、鉄道線路をうろついていたことを、 自殺せんとしていたと解することには賛成ではあったが、一時少し過ぎ、徳良が自分の部屋に帰ってきた事情には、もっと別のものがあったのではないかと考えた。すなわち、初めから拳銃を所持していたのであったなら、何故に鉄道自殺を選ぼう。彼は鉄道自殺が失敗したので、拳銃自殺を思い立ち、拳銃を自室にまで、 にに帰ったのに違いないなそして拳銃を取ると、今度は窓からこっそりと出て行ったのであろうと考えた。とにかく私は以上の書説を述べると、すぐさま席を立って、私の探偵本能の命ずるままの調査に従事した。すなわち第一に、昨夜、馬屋番が徳良に呼びかけられたという場所に行き、 その辺りをしばらく検索したそしたそてその結果は幸いにして私は重要な一つの物的証拠品を得ることができた次に私は安田邸に引き返すと門外に待たせてあった警察の自動車に飛び乗って大急ぎで D 市に戻りちょっと調べ物に警察署によってのちすぐ H 街の富豪宮部家を訪れた 幸いまだ午前11時前後のこととて、宮部氏は在宅し、快く会ってくれた。氏は今朝の事件には全くの白紙で、残らず私の質問には明瞭に答えてくれた。すなわち、昨夜の安田氏訪問は、市の長男勇氏が、近日安田家の礼状と結婚の式を挙げる約束になったため、 その下相談のために親子で出かけたのであった、と言った。私はそれで十分に満足し、次は警察で調べた番地をたどって、スミノルフというロシア人をその居住所に訪ねた。しかし、スミノルフはなかなかずぶとい男であって、容易に実を吐かず手を焼かせたが、ついに私は彼を競馬ごろとして、 評判の良くない事実を稼ぎ、激しく責めたところ、彼は当事件の最後の鍵を成すとも言うべき自白を成した。これで私は、予き以上の成績を収めることができ、急遽 N 警部の待つ安田農園に立ち返った。しかし私には、まだ事件解決に先立って、なしておかねばならぬ尋問が、ただ一人について、 残されてていいるのを意識していたすなわち私は、様装に断髪のさよ子を私の前に呼び、静かに尋問した。あなたは昨夜、何時頃休まれました ?10 時頃だったろうと思います。では、それから以後の出来事は、少しも知らなかったのですか今朝村山が大騒ぎをするまで、 少しも知りませんでした。しかし昨夜11時過ぎごろ、ちょっと外にお出になったでしょう。多分下の廊下の窓辺りから出て裏門に回り、そして道が二股になっている辺りの林の陰においでになったでしょう。さよこ、顔色変わる。それに、今朝徳良が死んでいると聞くと、 すぐ徳良の部屋に行き、徳良の遺書か何か、そんなようなものを奪い隠してしまったでしょう。小夜子、全くうなだれる。私はこの尋問を最後として、ここに私の以前より考えていた推定犯人を発表した。すなわち、彗星を射殺した犯人は安田氏である。そして、 その場から安田氏を警察署に降印して、春烈な取り調べを行った。その結果はもちろん、私の眼鏡に間違いはなかった。氏は潔くすべてを自白した。しかしその自白は、私にとって、決して珍しいものではなかった。なぜかとなれば、私には安田氏検挙の以前に、すでに次のごとき、 副材事情の推定ができていたからである。では安田氏は何故に自分の相場を射殺したのであったろう。すなわちそれは昨夜遅く死が、競馬頃のスミノルフ。彼は安田氏の副讐の部下で常に束へのスパイを務めていた。の訪問を受け、そして明日の競馬には上昇将軍の彗星が、 今度新しく出場するサラブレット種の束に勝ち目がないことが分かったことを知らせられた今まで絶対的自信を持っていただけにこの霹靂を聞かされた死は全く途方に暮れてしまったなぜかとなればこの競馬に勝つか負けるかは安田氏にとって非常に重大な問題だったのであるすなわち勝てば先ほど結んだばかりの 宮部氏との約束により借金1万円は棒引きその上に5000円このほか掛け金よりの収入が45000円にはなるところが負ければ上記の金は不意になるばかりではなく反対に掛け金の12000円は損になるこう考えると安田氏は立ってもいてもいられなくなったところへ今度は 徳良が突然来て、自分と佐弥子とは、以前から恋仲だったのだから、佐弥子を自分の嫁にくれと言ったのだ。徳良は多分、今宵宮部親子が来訪した事情を知って、逆上したのででもあったろう。安田氏は、もちろんそれを退けた。すると、デスパレートになった徳良は、競馬の勝敗を持ち出して、死を脅迫した。 それで安田氏は激しく怒って、徳倉を殴打した。安田氏はこれを金銭状のことで争ったと言ったが、金銭に不自由したことのない徳倉に、そんなはずはない。しかし、それはそれで済んだが、安田氏は夜中になっても、明日のことが気になって眠れなかった。馬の実力に望みが薄くなった上に、騎手まであの始末だ。 その結果はあまりに明瞭に思われたすると廃然と降っていた州がやんだ死は眠られぬままに起き上がって外に散歩に出かけた下男が玄関のドアの開いているのを見たのはそのあとだったのであろうところで散歩に出た安田氏は偶然に徳倉の自殺罪にぶつかった 一時は大変驚いたが、そのポケットの中に、馬屋の鍵が入っているのを知るに及んで、たちまち悪魔の啓示を耳にした。すなわち、そうだ、水星を殺せ。そして、罪をこの死体に着せろ。状況の一切は、すべて好都合だ。と。もし水星を殺せば、 水星は不慮の死ということになって、当然競争に出て負ければ、負わなければならぬ損害を逃れることができる。しかも、障害保険の7000円は入ることになるし、一方、水星そのものにしても、囲碁の競馬に優勝する望みがなしとなれば、価値はすっかりなくなるのだから。もともと眼下に金をかけているまではなし、 殺しても惜しいとは思わなくなったのに違いない。で安田氏はとっさの冒険を巧みに、そして勇敢に実行したのである。馬屋から馬を連れ出すにしても、安田氏ならわけはない。また、馬を例の通り野原に連れて行ったのも、馬用のハケを持って行ったのも、安田氏の習慣がそのまま現れたのにすぎない。 それでは次に、佐世子と徳倉との関係はどうだったのかというと、それは一切の証拠品が、徳倉の死がわかると同時に、佐世子の手によって抹殺されて、これは誘導尋問に見事に引っかかって、佐世子はそれを自認している。今となってはわからないが、思うに佐世子は、宮部の金持ち息子を見る前は、 たとと恋愛関係があったものと思われる。しかし昨夜、十倉から脅迫されて、11時過ぎ、裏の林で相引きしたときは、決然と佐代子は十倉の申し出を断った。私はその場所で佐代子の洋服の腕の飾りボタンがちぎれて落ちていたのを発見したのだから、よほど二人は激しく争ったものと考えられる。 で、徳良は、ついに最後の望みの綱も切られてしまって、ついふらふらと自殺を決心したのであろう。そして、鉄道線路をうろついていたのも、一度帰宅したのも、前に解釈した通りの事情であったに違いない。あるいは、自室に拳銃を取りに戻ったとき、簡単な遺書くらい書いたかもしれないが。以上の想定で、 事件解決は十分に可能であると私は信じた。しかしただ一つ、徳倉自身に尋ねなければ分からぬ疑問があるというのは、何故に徳倉がわざわざ馬屋版から馬屋の鍵を借り受けたかということである。だがまたこれは次のように解釈すれば案外謎でも何でもないかもしれないのである。 すなわち彼はさすがに自殺する前に一目哀悟に会って別れを惜しみたかったのではなかろうか。